ました。今度は左サイドバックの阿部佐々木と、しかし阿部が前に出す。チャンスになるかな、玉田仕掛けていくか、玉田が行く、玉田がもう一度左を使って、阿部、玉田自身が中に入っていきました。阿部が速いボール入れて、玉田、そしてシュート、チャンスが出ない、 PK か、いや取りません、取りません、転倒しましたが、これは先ほどの玉田の動き、そのワンタッチのパス、もう一回見てください。パスですね、ですね、ですね、そうですね、はい、でこれ後ろから押したようにも見えたんですが、取りませんでしたね。しかしグランパスの選手もなんとかゴールに迫ろうというところなんですが、なんとか次の試合にもまたつながる1点をここで返せるかどうか。玉田ボールをキープする、さあ杉本だ、シュート、ゴール、玉田らしいですよね、今のプレーも。1点を返しました、名古屋グランパス。あそこで奪われないですからね。いや、しかしここで、まあ、この人数的にも劣勢の中で最後にこの苦しい中で決めた1点というのは、次の試合に、ね、つなげていきたいですね、名古屋グランパス。そう、連敗してたゲーム、はい、ね、まあ、今日も負けてしまう可能性は高いですけど、ただ内容は違いますよね、今までとは。はい、